どうも、北のカムイです。海が私を呼んでいる。私が今日、寿都町に来たにゃ。私がスーパー CM キャラクターを務めている寿都町牡蠣魚市にこれから潜入しようと思います。さあ、行くにゃ。さあ、私が CM キャラクターを務めた寿都町にやってきたにゃ。じゃじゃーん。さあ、今日はここで寿都町の生の魚介類を堪能して帰ろうと思うにゃ。みんな見てってにゃ。皆さん、これはなんとホッケを干しているところです。こう機械がぐるんぐるん回って干すんですよ。札幌オータムフェスタで第1位を取った寿都町のしらすの佃煮でございます。ちなみに今日ここで売っているのは初釜で超プレミアなんですよ。ちょっと試食をいただきたいと思いますにゃ。いただきます。いらっしゃいませ。おいしい。佃煮だからもちろん甘いんだけど、まあ、なんというかしらすの旨味がそのまま残ってる。さすが初釜は違いますにゃ。はい、皆さん、今寿都町のしらすの佃煮を食べて美味しかったと思ったところなんですけれども、その横にですね、もう一つ寿都のしらすの佃煮がありまして、こちらはくるみが入ってるんですにゃ。くるみが入ってるしらすの佃煮、ちょっといただいてみたいと思います。これめっちゃ美味しい。普通の佃煮も十分美味しいんだけど、これなんていうのかな、しらすの旨味とくるみの旨味がうまくハーモニーして、すごい絶妙な味になってます。これはぜひ食べ比べてみてほしい。くるみ入りの寿都町のしらすの佃煮、ぜひみんな食べてみてください。寿都港で取れた総津八カレーの唐揚げです。これなんと、そこに横で揚げてるんですよ。唐揚げですよ。にゃんまら美味しそう。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。身がプリプリしてて脂が乗ってて、なまら美味しいにゃ。しかも揚げてるから、そのプリプリした身がまたさらに外がカリッとなってて、さらに旨味を醸し出してます。皆さんもこれぜひ食べてみてほしいです。寿都町の総八カレーの唐揚げでした。ホタテが動いております。すごいですよ、生きたホタテですよ。新鮮そのもの。はい、今大人気のブランド牡蠣、ことぶき牡蠣の売り場でございますにゃ。こちらね、普段札幌で食べようと思ったらお寿司屋さんとかで1貫800円とかすごい高いんだけど、このイベントとかではなんと1つ1枚150円とか100円単位で食べれるんです。なんて言うんだ、いや安いですにゃ。ことぶき牡蠣が100円ってね、そうそう食べれないよ。ということで、カムイもちょっと食べていこうと思います。はい、寿都町の牡蠣、ホタテ入りの炊き込みご飯でございますにゃ。これなんとね、ここの寿都港で獲れた海産物をそのままここで調理して食べれるのがいいとこなんですね。もう新鮮そのものです。ということで、まず牡蠣をいただきたいと思います。いただきますにゃ。見てください、まず身が大きい。全然苦味がなくて、なんまらクレーミー。これはね、牡蠣苦手な人でも食べれると思う。ぜひぜひ食べてみてほしいと思います。お次にこちらホタテですね。なんか一口、これも身が大きいですね。一口いってみたいと思います。美味しい。海の幸の塩味がしっかり効いてて、それでいてホタテがなんまら甘いです。
ビミビミ。しかもすごいね、身が厚くてプリプリしてます。さすが寿都町のホタテです。皆さんもぜひ食べに来てみてください。美味しくて口が回らないにゃ。はい、お次にホタテ入りの、炊き込みご飯ですにゃ。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うん、うん、なんか普通の炊き込みご飯と違ってホタテの甘さと旨味がご飯全体に広がっててなんまら美味しいです。ホタテの身自体も豪華に贅沢に入っておりますので、ぜひぜひこれはね皆さんにも食べてほしいですにゃ。ちょっと、まあ、これはねお祭り限定で150円で安いパックなんだけども、まあ、家でねぜひこういうの作りたいって人はの都都町のホタテネットで検索して買ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。はい、というわけで都都港牡蠣お魚市でしたにゃ。いやー、食った食った、美味しかったにゃ。やっぱりスーツのね、魚介類は最高だにゃ。ということで、まあ来年ね、今年ね来れなかった人は来年ぜひぜひねこのイベントで来ていただけたらと思うんだけれども、来れない人はお店とか行った時にね北海道産のどこの牡蠣を使ってるのかとかね、寿牡蠣なのかなとか見ていただけたら